起源の権能が一体何なのかは本当にまだわからないの。ただ直感で動いてるだけ。結果はあなたたちも知っての通りよ。でもうまくいきすぎじゃない？過去の敵の律者コアを一つずつ探して戦って権能を集める必要があるんじゃないかって思ってたんだけどな。同感です。今の状況から言うと、そもそも律者自体に対する認識が大きくずれてるのかもしれません。待って、だったらこの前ってもしかしたらミスってたんじゃない？覚えてる？最初私たちはあるエネルギーを追って進んでた。今思い返せば、私たちが追ってたエネルギーはメイ先輩のものと全然違ってたでしょ？そうみたいね。今考えてみれば、あの時の私が追ってたのはケビンの影で、あなたたちが追ってたのは起源、つまり私だった。だから一部の出来事はたまたまなんかじゃなくて、願えば叶うって話だったのね。現状を変えたい、早くみんなと合流したい、キアナちゃんを助けたい、不可能なことを可能にしたい。小さな願い一つ一つが私が前へ前へと進むための力になってる。その願いを一箇所に集めれば、もしかしたら権能になるのかもしれないわ。もし本当にそうなったら、ロマンスの権能と言うべきだね。あなたたちは。ここで一旦水を差すべきかな。四季の律者、何があったの？さあね、ライデン・メイとブローニャはまだ見えてる？